皆さんこんばんは、広瀬優です。2月9日から開幕した平昌オリンピック、皆さん見ていますか？どんな選手が出場するのかなと思って見ていたら、これなんて読むの？というキラキラネームのオンパレードなんですよ。ということで突然ですがクイズですじゃん。こちらの3つの名前、こちらの3つの名前なんて読むか分かりますか？で、ちなみに U は1つも読めませんでした漢字に弱いのかな。読めます？この3つの名前分かった方すごいですよでは正解言いますね。最初のこちらの名前は村本かな選手です。で、24歳なので、お、ゆうとためですね種目はフィギュアスケートです。で、次にこちらの名前なんですけども、菊池すみれ選手です。で、22歳で、種目はショートトラックです。で、最後にこちらの名前なんですけども、床遥か選手です。で、20歳で、種目はアイスホッケーです。ねえ、いかがですかでも他にもですね、まだまだキラキラネームの選手がいまして、例えば片山ライブ選手、こちらは22歳で、種目がスノーボードとか、あとは高鈴香選手21歳でアイスホッケーなどなどいかがですか？読めなかったのもしかしたら U だけだとしてね。でもキラキラネームってインパクトがあるので覚えやすいのも特徴ですよね。ゆうはですね、冬のオリンピックは主にフィギュアスケートとスキージャンプを見るんですよね。皆さんはどうですか？この競技は見た方がいいよっていう、おすすめがありましたら教えてください。じゃあ以上ピョンチャンオリンピックの選手はキラキラネームのオンパレードというプチ情報でした。終わります。バイバーイ。